ライプチヒになんとか勝利のマドリー次あたりで消えそうとの声。チャンピオンズリーグベスト16のレアルマドリー VS ライプチヒの一戦、ファーストレグで1レート勝利を収めていたマドリーだが、セカンドレグでも苦戦を強いられた。結果として2戦合計2-1で勝利したマドリーだが、試合内容は決していいものとは言えない。スタッツを見ても確認できるが、マドリーのシュートは11本だったのに対し、ライプチヒは20本ものシュートを記録している。勝ったけどマドリー弱かったな。レアル負けてもおかしくなかった。レアルは次で消えるかもね。かなり苦しかった。過去の大会と違ってここまで対戦相手に恵まれてるだけ。自滅したライプチヒ。試合内容動向は置いといて、結局勝ってしまうのがマドリー。なんか知らないけど最後に勝ってるのがアンチェって印象だな。ベリンガム頼りになりすぎて怖い。レアルはシティどころかインテルにも負けるでしょ。なんだろう、相手がもっとメガクラブじゃないと思えないのかな。負けてる試合でも終了間際にブーストかかるのが通常運転のマドリーなの謎だよな。ライプ、ここにセミバペクレムかよ。バランス超崩れだな。